はい、こんにちは。沖縄パパです。ただいま戻りました。今日特売品が近所のイオンで売ってました。こちら、キャンベルスープなんですけど、えー、78円。最安値でした。はい、えー、なので、ベジタブルとマッシュルームとチキンを3巻ずつ、お一人様3巻だったので、3巻ずつ買ってきました。あとですね、こちら、えー もしかしたらあんまりマイナーで知らないかもしれないですけど、金ちゃんヌードル私大好きです。こちらの金ちゃんヌードルなんですけど、えー、コンビニで買うと170円します。120円だったので、こちらもちょっと多めに買ってきました。はい、あと、 えー、ストック関係では、こちらですね。マッシュポテト。こちらマッシュポテト、いいの、すごくいいんですよ。このインスタントのマッシュポテト。どうしてかっていうと、これスープにできるんですね。ポタージュ作れるんですよ。このマッシュポテトと、あと、スキムミルク。うちはバターミルクがあるので、バターミルクの粉を使います。あと、えー、コンソメですね。鶏ガラスープでもいいです。あと、塩コショウして、塩コショウで味を整えて、お湯を入れると、本当に、あのー、 すぐにポタージュが楽しめます。こちらのマッシュポテト、あの、いざという時に色々いろいろ使えますのでおすすめです。はい。今日の、えー、収穫でした。えー、あとはあ、普段食べるものなので、果物とかなので、えー、特にご紹介はいたしません。それでは皆さんまたごきげんよう。